運んでる場合ではないですよ。幻の男より実体のある男の方が魅力的だと教えてやればいいんですよ。卒業がかかってますから。はい、その通りです。そうですね、あれだけの女の子の手にかかったらあっという間かと。ですがすごいですね、天蔵様。女の子たちにお願いしてステージのセッティングをさせるなんて。溢れ出すフェロモンをあんな風に利用する方がいるとは思ってもみませんでした。天蔵様は日本一、いえ世界一のトンチ小僧か悪知恵使いですよ。どっちにしても時間はありません。これが正念場です。頑張ってくださいね。頑張っていきましょう。見るな。
映るだろ。行くぜ！
ぴったりです。このままいけばバッチリです。